明らかに明確な願いを持ってる人じゃないと、いつまでも人生が好転していかない。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。今日この動画では皆さんとステップバイステップで願いを確実に叶えるワークを一緒に実践したいと思います。どれくらいの時間の動画になるかっていうのはですね、やってみないと分かんないんですけれども、この動画を1本見ながら紙とペンを用意していただいてですね、書いていただければ、まずあなたのね、人生の目標が明確になります。私何をどうしたらいいのか分からないんですっていうね、人生迷子気味の方って一定数いらっしゃると思うんですけれども、以前もお伝えしたようにですね、自分が行きたい方向だったり目指すゴールを持っていないと、もちろん願い事なんてね、叶わないわけですので、まずはあなたの人生の目標を明確にするっていうことが必須なんですね。あとはですね、その夢や願いに向けて大量行動できるようにもなります。普通よりも高い目標といいますか、願い事を叶えるには普通の人よりも大量に行動はしなきゃいけないんですね。でもその行動を続けるモチベーションが保てなかったり、他のどうでもいいことに時間だったり労力を費やしてしまって、何年も本当に大切なことを叶えられないケースっていうのはかなり多いんですね。でもやっぱり誰に何を言われなくても、毎日毎日夢実現、願い成就のための行動を取れるようなあなたになって初めて、夢の実現や願いの成就の可能性が見えてくるものなんですね。どうでしょうか、これを見てくださっているあなたも、有言実行が苦手だとか、一回決めたことを継続できないとか、夢や願いを叶えたいはずなのに行動が伴わない、こんなことで悩んでないでしょうか。正直夢が叶わない原因ってほぼこれなんですよね。で、誰から何を言われなくても大量行動してしまう自分になると、すごく人生がスッキリします。行動していない自分を責めることもなくなるし、夢に全力投球している人って周りから見ても素敵なんで、人間関係もね、良くなったり人気者になったりもしますし、辛い努力感みたいなものはなくて、自動操縦でね、夢が叶っていくっていうような、そういうこう充実した感覚にもなると思います。そして今日のワークをやると、高確率で実際に願いが叶うようにもなります。僕も今日お伝えするワークを通してですね、過去10年間いろんなことを叶えてきました。もともとは海外で不法労働者として奴隷のような、ね、生活を実際送っていたんですけれども、そこから、最初は不動産関連の、ね、事業で食べていけるようになって、でその後はネットを使って時間と場所とお金と健康、そして人間関係の制限からだいたい3年くらいですね、解放されました。いわゆる最近流行っているファイヤーが、ね、できたっていうことなんですね。でその後も YouTube チャンネルの拡大だったりですとか、初書籍の、ね、ベストセラー化ですとか、あと世界4拠点での生活ですとか、あとはテレビだったりね、メディアへの露出ですとか、最近ではサッカービジネスへの参入ですとか、こう意図してこういう風にしたいなって狙ったものを引き寄せるということに関して、自分の人生を使ってずっと実践してきたんですね。で、やっぱり実験の結果確信しているのが、紙に書き出すワークの偉大な力なんです。もちろんそのやるワークの、ね、質はいいものじゃないといけないんですけれども、例えば僕の動画をただなんとなく見ている人と、僕がメルマガだったり LINE だったりでこう提供しているような紙に書き出すワークを真面目にやってる人とでは、やっぱり現実面にね、大きな差が生まれるということなんですね。これは僕なんかがわざわざ言わなくても、あらゆる研究結果がすでに出ているんですね。例えば、ドミニカン大学っていうところのマシューズ博士の研究がすごく有名です。目標を書き出す人たちは、そうではない人たちに比べて 33% 高い確率で目標を達成したですとか、これと同じような研究でロンドンビジネススクールの方では、同じように紙に書き出すことで 42% 実現の確率が上がったというものもあります。なので 30% なのか 40% なのはさておいて、とにかく紙に書き出すことで願いって叶いやすくなるんです。でもしかしたらこの中には、私願いはないんだけれども悩みはあるんですっていう人もね、いらっしゃるかもしれないなと思ったんですけれども、実はね、悩みがある人っていうのは必ず願いもあります。これ悩みの方に意識をフォーカスしすぎて、その望みだったり願望の方に気づいていないっていうだけなんですね。なので悩みがなくなるっていうね、そういう効果もあります。悩みがある人っていうのは、その悩みがない状態になるっていうのが願望なわけですので、これももちろん紙に書くことで叶います。ではここから具体的にステップバイステップで、皆さんが実際にこう紙にいろいろ書き出すための時間なんかもバッチリ取っていきますんで、本当にこの動画を流しながら一緒に書き出していただくことで完了するようなね、そんな動画をここから撮っていきたいと思います。ですので、今手元にノートだったり白紙のルーズリーフなんかでもいいと思うんですけれども、紙をね、用意していただいて、そして鉛筆でもいいしペンでもいいので、書けるものをね、用意していただいて、一緒にやっていただければなと思います。で、この願いを叶えるワークは4つのパートに分かれていますので、ステップ1ということでね、始めていきたいと思います。まずステップ1、一番初めにやらなきゃいけないのが、願いを明確化すること。
結構ね、自己啓発とかに慣れている人だったら願いを具体的にするとかね、明確化するっていうのは違和感ない話なんじゃないかなって思うんですけれども、ちょっとねスピリチュアルに傾倒している人だったら逆にその願いを明確化せずに、ただその瞬間やりたいことを思いつきでやるだけみたいなね、そっちの方がうまくいくよみたいな考えの人もいるとは思うんですね。でどっちがいい悪いはないんですけれども、学術的にはまあ、要は論文レベルでは明らかに明確な願いを持っている人じゃないといつまでも人生が好転していかないってことが分かっているんですね。では願いを明確にするっていうのは一体どういうことなのかっていうことなんですけれども、まず一つ目が具体的な数値を上げることですね。そして2つ目がいつまでにという期限を抑えるということです。例えば願望を書き出す時もお金をもっと稼げるようになりたいみたいな、これっていうのは数字も数値もいつまでにっていう情報もないので叶わない願い方になってしまうんですね。そうじゃなくて、例えば2025年12月までに月収いくらを稼ぐみたいなね、こっちの方が明確ですよね。ということでここからは5分時間を取りますので、具体的な数値といつまでにという情報込みのあなたの願いや夢を思いつく限り書いてください。で書く時のヒント、人生の各領域について叶えたいことがあるかどうかを見ていくというのがおすすめです。人生の各領域っていうのは何なのかっていうと、お金や資産形成、仕事や収入、家族関係、家族以外との人間関係、心の健康、体の健康、恋愛やパートナーシップ、美容、趣味や余暇、学びや教養。こんな風に人生っていう風に一言で言ってもたくさんの領域がありますんで、解像度を上げてこういう風にこう一つ一つね分けて考えていただきたいんですね。自分はお金や資産形成についてこれからどうしたいのかなっていうふうに考えて、で次は仕事や収入に関して何か叶えたいことあるかなっていうふうに考えていくんですね。でその後は家族関係に関する願いや理想はあるのかなみたいな感じで、こんなふうに順番に見ていくと自分が何をどうしたいのかっていうことに具体的にね気づけるんじゃないかなと思います。ではここから5分であなたが叶えたいことを思いつく限り書いてください。ではいってらっしゃい。
はい、書けましたでしょうか。よかったらこのタイミングであなたが書いたことをコメント欄で教えてください。参考までに僕はこんなことを書きました。お金や資産形成については今僕39歳ですけれども、40歳時点でこれくらい、41歳の時点でこれくらい、42歳の時点でこれくらい、でどの投資先にどれくらい預けるのかとか、年利はどれくらいを狙うのかみたいな感じで結構事細かに書きました。それから仕事のこともね、いろいろ書きましたね。2024年は5つくらい今事業案件というかプロジェクトを抱えているんで、そのことも書きましたし、来年以降ねどうしていきたいのかっても事細かに書きました。一方で趣味だったり余暇なんかについては一切何もね出てこなかったんですよね。心の健康なんかについても今特に不足を感じていることはないので何も書かなかったです。これたくさん書けるものについては自分の中の優先順位がね高いっていうことなんですね。逆にあまり思いつかないとか具体的になかなか書けないっていう場合は、そんなに自分にとっては優先順位が高くないっていうね、そういうことなんですね。このワークでね、自然に自分のことが分かるっていうのも面白いですよね。僕なんかは本当に仕事が生きがいだし、仕事が趣味なんで、なので今更趣味とかね、余暇とかっていうのは全然興味ないってことなのかなって、まあ、自分自身思いますね。では願望実現ワークのステップ2、次のステップですね。さっきステップ1で書いた願望、目標、願い、夢、理想、それがそれぞれ叶った自分になりきってください。で、今のあなたにメッセージやアドバイスを書いてください。すでに叶った後の自分から今のあなたにそれを叶えるためのアドバイスだったりメッセージを送ってあげてほしいんですね。これももちろん紙に書き出します。5分取りますので紙に書き出してみてください。ではいってらっしゃい。
5分経ちました。書けたでしょうか？もしよかったらね、これもコメント欄でシェアしてみてください。僕はですね、例えば45歳の時点でこれくらいの資産を築いているっていう目標があるんですけれども、これを達成した後の自分になりきって今の自分に何かメッセージはないかなってやってみたんですね、さっき。そしたら、焦らずそのままやり続ければこんなのは達成できて当たり前だよとか、普通に叶えられるの分かってるよねみたいなね、そういうメッセージが出てきました。これは人それぞれなんじゃないかなって思いますね。そろそろ行動しないとやばいんじゃないのとか、諦めず根気よくやってねみたいな感じで葉っぱをかけられたっていう人もいるかもしれません。これ正解不正解はないですね。叶えた後の自分を具体的に想像するっていうのがこのステップの趣旨になります。はい、では次のステップ、ステップ3ですね。ステップ3はステップ1で書いたそれぞれの願望、目標、願い、夢、理想について、どうしてなぜその願いを叶えたいのか、その理由を書き出してください。そう、あなたなりの理由ですね。これはパーソナルなものだと思いますので、特に説明はこれ以上ありません。あなたがステップ1で書いたそれぞれの願望、目標、願い、夢、理想について、どうしてなぜその願いを叶えたいのか、その理由を書いてください。では5分取ります。いってらっしゃい。
はい、書けたでしょうか。では次のステップですね。ステップ4。ステップ1で書いたそれぞれの願望、目標、願い、夢、理想について、それを叶えるために必要な行動を思いつく限り書いてください。必要な行動っていうのは、例えばじゃあ3ヶ月後までに月収30万円以上ね、稼げる職場に就職するっていうことが目標だったとしたら、週に3社応募するですとか、履歴書を再度改良するですとか、求人サイトに登録する、こういうことですよね。あるいは年内に5キロ痩せると決めたのであれば、置き換えダイエットのセットを買うとか、1日1食置き換えるとか、週3で筋トレをするとか、週に30キロ走るとかね、そういうのが考えられるんじゃないかなと思います。では今からステップ4やっていきたいと思います。これも5分取りますので、ぜひ書いてみてください。ではいってらっしゃい。
はい、4つ目のステップ書けたでしょうか。このステップ4に書いた内容をもう一度眺めていただいて、本当にこの行動をすべて取れば、最終的に自分が求めているこのステップ1の願望にたどり着けるのかどうか、それを叶えられるのかどうかということをちょっと考えてみていただきたいんですね。叶えられると確信を持てるのであれば OK です。もし、いや、この行動をとってもなんかつながってないんじゃないかとかね、叶わないんじゃないかって感じるのであれば、もう一度ここは考える必要があると思います。最終的に自分の願望、目標、願い、夢、理想実現につながる行動じゃないとやっぱり意味をなさないわけなんで、このステップ4の行動とステップ1の願望ですね、ここがちゃんとつながっていないといけないということです。たまにこの人生相談乗ってる時にクライアントさんの理想だったり願いだったりについて聞くことがあるんですけれども、じゃあ実際にその実現に向けて今何をやってるのかっていうのをちょっと整理して聞いていくと、実は結構な割合でその今自分が取っている行動と願いや願望っていうのがつながっていないっていう人が結構いるんですよね。例えば、私は今年中にインフルエンサーとして月収100万円になりますみたいなね、そういう願望がある人なんだったら、毎日 X や Twitter でご投稿するとか、 YouTube を毎日投稿するとか、インスタの投稿をどれぐらいの頻度でやるかとか、 Facebook 投稿をどうするかとかね、何かこう SNS マーケティングの教材を買って読んで実践するとか、そういうふうに書いて実際その通りしないといけないわけなんですけれども、実際日常で何をやってるのか教えてもらったら、こういったことは何もしなくって、ただぼんやりと願っているだけというような方もですね、実は結構多いんですよね。でもやっぱりそれだと一向に現実は変わらないので、ちゃんと何を日々行動としてやるのか、これを明らかにして実際に行動していくっていうところまでがセットであり、このワークが完結するということになります。今日は願いを高確率で叶えるためのワークをシェアさせていただいたんですけれども、このワークの内容ですね、動画だけだとちょっとついてこれないっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、 PDF にもまとめてみました。動画と一緒に今回やっていただいたと思うんですけれども、自分のペースでやりたいという人もね、多いんじゃないかなって思いますんで、 PDF 見ながらワークに取り組んでいただけるような図解を作りました。こちら無料でお渡ししますんで、ぜひ受け取ってください。受け取り方は動画概要欄、コメント欄に記載のいずれかの三輪の公式 LINE に登録していただいて、まとめ図解とだけメッセージください。そしたら今月の図解をまとめたスプレッドシートが自動で届くようになっていますので、そちらからダウンロードしてください。それから僕の LINE 公式では3つのプレゼントを受け取っていただけます。まずはお金のメンタルブロックの正体とその解消法を解説した教育コンテンツ3日間分。こちらは開運アクションをしても神社に行っても神頼みをしてもマスターできない幸せなお金の引き寄せをマスターして、一生お金に困らない人生を想像する方法を伝授しています。そして 99% の日本人が気づいていないお金のメンタルブロックのリストもプレゼントさせていただきます。お金のメンタルブロックと言われてもなかなか具体的に自覚できないっていう人もいるんですよね。なので、具体的にこういう現象がお金のメンタルブロックなんだよというのがはっきり分かるようになると、これからどう対策していけばいいのかも分かりますので、ちょっとこのリストもね、受け取っていただければなと思います。そしてこの LINE に登録した方限定で、あなたのお金のカルテを無料でお作りします。これは LINE 登録者限定の無料の勉強会にオンライン参加した方のみになるんですけれども、やっぱりね、人それぞれ持っているお金のメンタルブロックも違いますし、望みだったり目標ももちろん全然違うものですので、実際に人生を良くしていきたいのであれば、やっぱり一人一人に合った診断をしてその対策を考えないといけないんですね。 LINE 登録していただければここまで無料でやらせていただきます。真にあなたらしく自分の人生の可能性をフルに生きたいという方は、動画概要欄、コメント欄からこちらすべてお受け取りください。ということで、今日の内容面白かった、役に立ちそうと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。今後皆さんの人生がより豊かになるような本質的な内容をお届けしていきますので、ぜひですね、今ポチッとチャンネル登録してください。では今日も最後までご覧いただきありがとうございます。三輪さとしがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。